ご機嫌どういい感じ赤色サンタさんガラスの靴ありがとう島次郎さんかわいいありがとう熊根パパさん魔法のスティックありがとう今日大人っぽいそうそうでそうざますよまあお姫様なのであごきげんよう <laughs> ごきげんようなめなめさん靴 ガラスの靴ありがとうなぜ水色の男上になってるのわかんないなんかお姫様仕様になってたから私もお姫様元からお姫様なんだけどちょっとお姫様感出してみた <laughs> <laughs> 前ら友達でいれたらよかったのにねえ友達かなか <laughs> 友達でいられるなら そんなに苦しくはなかっただろうおしずしさんハートありがとうあ疲れた時の癒しはおしめん大丈夫ず大好きですですよねずっとよろしくお願いしますみちょさん結婚して 道夫さん結婚してありがとうやだけど考えとくねカムカムさん魔法のスティックありがとうそうだますよちょっと待ってよ今日も可愛いですありがとう待ってびっくりしたさっきのそとみちさんハートありがとうそうリップ濃いめめっちゃ濃い買った新しく買ったやつみちおさんスティックありがとう 魔法のスティックととみつさんハートありがとうあ仲間さんしシンデレラクマでクマデレラありがとうすごいフレームすごいこれってさ実はあるのかなあ間違えた自撮りみたいになった <laughs> 私もお姫様なので今日はというか毎日世界で一番美しい私が私を見ていてくださってありがとうございます。中門さんありがとう。そうお姫様しよう。昨日見れなかったごめん。おとついありがとね。<laughs> こちらこそありがとう。花だれカメ楽しかったで、ね、す。ピーピーピーピ,ーピー。くるくる寝言は寝てからいや何でもないざます。寝言じゃないざますよ。 何か元か元らでございますよエビちゃんさんガラスの靴ありがとうオノピーさん魔法の魔法の魔法のスティックありがとうジャロとかざますとか姫せてのはずがあんまり終わらせないでくれ待ってざますってさ確かにお姫様じゃなくてさちょっとお姫様のお母さんだよねざます。 そう、夜と冠が見えないの。発信始まったの、気づかなかった。でも、始まったばかりだから、来てくれてありがとう。今日は姫とお呼びします。ありがとうでございますわ。<laughs> よろしくお願いしますわ。あ、やっぱ時差あるよね。姫に喜んでもらえて光栄です。ああ。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。くるくる、十七歳ですよ。 唇も姫感あるじゃろですよね <laughs> ちょっと意識してみたんでございますわどうでございますかくるくるもティアラついてるそうそうですよだってえこれはなんかつけとるっていうか,なか生えてきた感じなんだけどそう生えてきた <laughs> 柏木まささん結婚してありがとうよだんけど考えとくね クくクるくるが住むのは和のお城ですね。やっぱ日本なので、ここ日本なので、和のお城に住んでおります。ヤシーさん結婚してありがとうやだけど考えとくね。<laughs> え、そうだね。スネ夫のお母さんがママ、ママじゃない。ザマスのイメージある。教育厳しいママさんのイメージ <laughs>。じゃやっぱりさ、ザマスって、スネ夫、あスネ夫のイメージなんだ、ザマス。 再販始まったんご。えそうなの待って、知らない。そうなのちょっと待って、後で確認しよう。今日のリップ濃いめ。濃いめだよ。あとね、なんかマット系のリップだった今日。ティアラクマちゃんも元気元気ざますよ。元気ざますよ。<laughs> 元気ざますよいつから生えてきた何日目か知りたい。 生まれた時からだから17年目かな <laughs> くるくるさんはこの国で一番美しいでますですよねー <laughs> ですよねー再販始まったのか知らなかった何もきつなかった情報が。 やっと見つけたお姫様なんだっけガチ恋工場やっと見つけたお姫様俺と一緒に人生歩もう世界で一番愛してる愛してるだから無駄今日は自主練頑張りました17日の離れ公演 最前真ん中が当たったたっっけどクルクル出せなかったあーそうなんよ17日ンはね出んのよでも楽しんでねすごい最善真ん中とは強運すぎるおの P さんガラスの靴ありがとう生まれた時から昨日なかったような昨日あの多分見えてなかったのかもしれんこうなんか普段は恥ずかしくて隠しとるんよねどうしよう <laughs> 恥ずかしくてちょっと。 17日と25日のが販売されてるのか17日と今日乙女会って可愛い,いありがとう夕方までメールないから心配したあご,ごめんね心配させてしまったありがとう心配してくれて夕方にいつりま 12月25日は4時間目だけ申し込めるるるありがとう言ってくれてなるほどあ待ってなんかポッキーのポッキーのアバターになってんだけど可愛い,いポッキーポ <laughs> ッキーおッきー4時間目ねありがとう自主練お疲れ様ありがとうそうがむしゃ頑張ってきましたなんか一人で初めて自主練はじ一人でやるの初めてだったけど頑張った 本来くるくる様の配信しか見ないのですが先日アスミンに初お話の画像だけしておきましたとか嘘つき嘘つき <laughs> どうもありがとうございます <laughs> 見に来てくれて再販今回が最後かなるほどもしかして変身ポーズとると現れるのかティアラそうだよ こうやっ,ちゃったらティアラが現れるこう分かんないじゃんお姫様だとんってことです <laughs> そのおやさんガラスの靴のスティックありがとう可愛いいと尊いもありがとう黒子たちは何期生になるんだろうえー、でもニューウェーブプロジェクトなのかなやだな 数字が欲しいしんごさん可愛い,いありがとうカッピ秘めてもらいます <laughs> いいねカッピ,ピーカッピーカッピーでいきましょう <laughs> お12月二十六の花だりに公園ともあったありがとう昼夜 頑張ります私はもうすごく頑張ります楽しもうねいい席に。くるくると一緒に自にできるスペイビーバンドですかあもう、まあ、すぐできますねすぐできる日が <laughs> 来ると思います <laughs> ワリンガルさん魔法の杖間違魔法のスティックありがとう今日は新海さんの新作映画見てきた天気の子とかで有名な映画監督今日から上映開始あ今日からかスズメの じまりみたいなやつ見てみようかな今日その自主練のああい合間というか自主練の前に映画見に行こうかと思ったけどやめた3期生が入ってもくるくるしか過ごせませんきっとありがとうよろしくお願いしますよ2.5期生確かに。 二点五、未規制三規制2.5規制ニュープロ生かうん数字がいいな心配しないで三規制入ってもくるくる一筋信用していますよ信じておりますゆうか姫ゆうか姫って呼んでほしいですね三規制の方 <laughs> 私実ははお姫様ですにびっくり <laughs> まあでも本当隠してただけだから <laughs> とりあえず申し込んできた12月25ありがとう嬉しいあお話しようね楽しみお26日昼夜行きますありがとうくるくるのペンライトぜひ振ってください優香ちゃんの後輩になろうとしたけど性別で無理だったいやこれはもう諦めるべきじゃない性別の壁なんて越えちゃいましょう応募しちゃいましょう <laughs> <駄>か <laughs> 私も「すずめの戸締まり」見てきましておどうだったどうなんだろうスズメのと「すずめの戸締まり」何の話だわいは自主練10分も多分ついていけないいや大丈夫だよ自主練自主練もでもね今日初めて一人でやったんだけど一人でのその自主練の仕方が自分なりにはやったんだけどこのやり方自主練のやり方合ってるのかって分からなかったから今度小川さんに聞いてみようかなって思う。 <laughs> 2期生と3期生の間だからいい規制ファイは3.14イ、e、は2.718え、e、なんかあるの私ファイしか知れなかった <laughs> あそれはないないなな <laughs> 信じたんだけどでも確かにいいいい規制おなんだかんだ言われてもくるくるしを変える気はないよだよね 信用してるよ。三 <laughs> 期生加入のプレッシャーで壊れてしまった。本当ですよ。本当ですよ。そうなんですよ。そう性別の壁べ越えていきましょう。ドラさんに対して N ワン。あ、N ワン。<laughs> なんかすごい N ワン。かっこいいな <laughs> 書類審査に落ちてみようっ <laughs> ておひつじさんかわいいありがとう3期生来ても大丈夫とペンダ4本の私が言っても信用がまあそうですねちょっと信用が <laughs> 信用今日からクリスマスグッズ販売されたん、ね、で全部買わいすぎそうぜひゲットしてくださいあのスノードーム型のさああクリスマスめっちゃかわいくない私も欲しいプリンセスだから専属のひつじさんいます 産期生の募集と一緒に羊募集もありますかありますこちこちら性別関係ないでございますどうかどうですか私の羊 <laughs> 今日はピーナッツの日なのでスパイファミリーのアーニャのものまでお願いしますアーニャピーナッツが好き <laughs> ワクワク <laughs> あ E イコール二点七一八は実在あ実在するのか 三期生か一通り見ちゃうかもでもやっぱくるくるだなくるくるですよね三期生の話くるしまゆかちゃんとが可愛らしいそうなんですくるしまゆかちゃん最高なんですくるくるは永遠,永遠の推しですきっと永遠の推しですよね <laughs> 闇は三期生関係してたのかがっつりしてますね <laughs> がっつりしてますね三期生なんてくるくるダンスをわりたいあぜひ教えますよ あ、クラクラ沼の,あの住人の方も全然教えますけど <laughs> クリスマスグッズ特にランダム缶バッジが気になるメッセージ入りも入ってるそう私も気になるランダム缶バッジメッセージ入りいいよねもっとそれえメッセージ入りはメッセージ入りだけなのか 昨日の配信でこれであなたの一押しですねって言われてなぜか嬉しかったのなぜだろうそれはあの自分本当思ってたことを疲れたからですよこれであなたもくるくる楽しい <laughs> 山さんクマさんクマありがとう死んでたクマ羊におたかつのためのお暇をいただけますかもちろんでございますわ <laughs> 心は乙女なんですが三期生に申し込みますか 申し込めますいけますすけ <laughs> くるくるが知ってるアーニャ情報ピーナッツが好きしか知らないし私ピーナッツが好きしか知らないのどうしようアーニャピーナッツが好きしか知らないくるくるの可愛いという友達はぜひえ思ったの私それ本当に思って友達 LINE 送ろうと思ったけどなんか別のグループの方の話を見たんですよなんか友達が後輩として入ってきてで後輩 そして入ってきたら友達がこう先に選抜入っちゃったりとかなんか上に行っちゃって気まずくなったっていうのを見てあ誘うのやめとこうって思った <laughs> 気まずくないたくないも、うんくるくる先輩ねくるくる先輩 <laughs> くるくる先輩なんて呼ばれたいかな くくるるるるの後輩なる子ちだだかかららこちらもしっかりチェックするべきだよねいやしなくてとか言って <laughs> しなくてとか言って <laughs> 今ど多様性だもんねちゃんとみんなもそう多様性ですよ多様性の時代今日化粧してる似合ってるよありがとうでもね一応ねリップだけなんだけどありがとうリップを変えたあダンス教えます DD も実は DD に疲れてきてて一人に落ち着きたいとか思ったりしてるんですよおそれは私しかいなくないですか <laughs> ヤマさんハートありがとうありがとうカンバチメンバー肖像と手書きメッセージの全72種ランダム怖 <laughs> 確かに怖いってなるよね72種類はやばいね確かに怖いヤマさんハートありがとうんけさん結婚してありがとうやだ けど、考えとくね。くるくるの写真を貼って申し込めば、書類審査は通過できそう。いや、私の写真貼ったら、書類落ち、落ちになりますよ。<laughs> 書類落ちになりますよ。くるくるパイセン。サッシーパイセン。サッパイセン。くるくるパイセン。いいですね。目、ね、元から友達だとね。そうだよね。でも、友達と誘いたいなと思った。可愛い,い意見 前も生まれ変わったら一度だけでいいので握手会してみたいあアイドル側で確かにあれじゃない握手会なんか私やってみたい本当にえやれる日来るのかな私が活動しているうちに本当にリアルの握手会できる日 <laughs> 羊私ウール百パ百パーセントでございます <laughs> ウール百パーセントだと羊 確かに、執事って、執事えひつか、執事 <laughs> あ、気まずいか <laughs> くるくるさん、なるかなくるくるさん。くるくるさん。憧れの人、くるしまゆうかさんとかもいそう。いや、いないですよ。<laughs> いないですよ。ポッキーよりプリッツよりトップ派ですか私、ポッキー派。 AKB 研究生もそうだったじゃん私たち研究生お尻き長いぞなんかなんかさ本当にさ AKB さんとか NMB さんのさ前回のオーディションからの今回のオーディションから早かったじゃんそれで、まあ、大変だと思って一とだと思ってたら今度は自分の番になってしまってやばい本当に友達受かったとして「黙ってる明かしちゃう明かしちゃう!明かしちゃう」だって「可愛い可愛い言っちゃうもん絶対私その子本当に可愛いんです じろうさん「リモンスター」ありがとうだからさ友達ガチャガチャ送ってきたかわいいなんかそうリップだけだよ <laughs> ありがとう肌きれいありがとうえりリネさん心配リネさん心配くるくる自体がチャートリ強化みたいなもんだからえー、なんですって 正直教えんとくるくる一部なんですって <laughs> 嬉しいじゃない楽しそうと心が折れることも多いから DD <laughs> クライムちょうどいい <laughs> なるほどね心折れちゃうのかなるほどねなんで折れるの <laughs> おぶっちゃけ私の中ではくるくるの交換のゲージは高めです素晴らしいじゃない <laughs> そのしいで行きましょう。くるくるのリアル握手会行ってみたいな。ええー、ぜひ来てほしい。リアル握手会、本当にしてみたの私あ、執事か執事。この美しさでリップだけ、お化粧に開眼したと思ってた。すっぴんそうらしい。ええー、あ、美しいだった。ありがとう。リップだけだよ。実は。恥ずかしながら。<laughs> くるくるしよにら、しよろ似合ってるな。可愛い,い。あ。ありがとう。 あそういえばツイートを見ました私は誕生日お祝いします今日ってよいよき <laughs> 今,日今日よき私、ま、はお羊座の羊同士ですがいかがでしょうあ素晴らしい羊にぴったりだ <laughs> 上,上から目線だ <laughs> ぴったりだとか言っ 山さんかわいいありがとう研究生公演見てきましたおどうだったどうだった応募なんてしないよってお友達が言っても実は応募してたりする <laughs> いやでも本当に友達受けてほしいな昨日ヴィーナス改めて見てくるくる好きになりましたって恥ずかしいヴィーナス衣装やばいのに <laughs> 恥ずかしいよ 羊,羊、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 羊。やつともちゃんと違いわかるかな？待って、羊はあのこれでしょ？お嬢様の方。羊は羊応答質問回答でしょ？羊はめ、えー、でしょ？羊？羊ってなんだ？なんか筆の筆って書きそうだな。わかんない羊。<laughs> あない人が多いあー確かに実はクルクル様だったのかそうですわよ実はお姫様ですわよあっティアラ見えてないね生えてきたんですティアラがリンゴさんリンゴリンゴさんクマありがとうシンデレラクマありがとうそう YouTube でたまに「ヴィーナス」おすすめ出てきます恥ずかしいビーナス今だからできる今しかできないはいいコピー確かに今今できるえっ、ー、ほに不安すぎる私後輩入ってくるのあ質棺」ってあれかあのあれかなるほど分かった分かりました4つ <laughs> ドラキュラの羊つぎね分かった分かった <laughs> くるくるの笑顔にやられまくりましたくるくるからレス受け取りたかったあレスまあでも DMM で見てくれてる方にもね送ってるのでぜひ <laughs> ハッピーな気持ちになって <laughs> 後輩が入ったらくるくるパイスに焼きそばパン買ってきてとか言われるんかな私もう全然もう買いに行きますよって私絶対話しかけられないんだけど 後輩、はい、メロンパンさん魔法スティックありがとうハートもありがとうメロンパンさん羊が上手に羊に羊の絵を描いたお入れてる坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いたな合ってる坊主が屏風に坊主がょ屏風に上手に坊主の絵を描いた <laughs> うちの年が足りない俺のプランが4期生までいやこれは年齢の壁も超えちゃいましょう <laughs> 年齢もか年齢の壁も超えちゃうくもっぴーさん魔法のスティックありがとう大丈夫だよくるくる中二で年下になるかもやけどしっかり先輩できると思うよ 高校2年生だからまあ先輩できるはずだけど <laughs> でも私ね実はねなんか後輩とか年下とかあんまり得意じゃないからあの私が得意じゃないのは子供かなんか幼稚園児とかが得意じゃないんですよねだからでもさすがに幼稚園児は入ってこないから <laughs> あれなんですけど後輩とか大丈夫かな私部活の時も学校のさ部活の時もさ私後輩に話しかけられなかったし。 でもどうやってティアラ隠してるのあれ心がき清くないと見えない系そうこれはなんか見える人には見えるやつなんですけど多分誰にも見えてないと思う私にしか見えてないこのティアラはいつもはオロチさん結婚してありがとうやだけど考えたくね話しかけないと怖い先輩と思われちゃうだよねまあ無理できるかなこんばんは今日もとても可愛いですね好きありがとうキュロンキュロンクロンクロロン おタクさんがペンラクルクルしてるのに気づつときのクルクルのレスが好き <laughs> そう本当に嬉しいのクルクルしてくれたら <laughs> となる <laughs> おしるしさんハートありがとうナーピは最年少を守れると思う中一でしょえー、舌が入ってくる気がするうわ待ってなんか同い出し入ってくるかな <laughs> クレタスのレスはずっと見つめられるから照れちゃうあ素晴らしい照れちゃう照れちゃう照れちゃうもっと照れてください優香 <laughs> パイセンは後輩の面倒見がいい方後輩はねいい方じゃないかもしれない <laughs> 私は後輩をする方が得意かもしれない後輩苦手なんで何までは一緒なんだがあ運命じゃない運命じゃない メロンパンパさん魔法スティックありがとう先輩に話しかけたらいけないみたいな部のルールがあったのかねあ部活あった部活はあったよ後輩先輩に話しかけちゃいけないの遊んじゃいけないのもあったくる三3期生から大丈夫くるくるだけ見てるよ信じてるます信じ,信じるます <laughs> 信じるます 会社では後輩によくいじられますおえじゃあ後輩との絡みは得意なタイプの方ですねえ私に教えてください <laughs> 頭になあ多分か入ってるこれはお姫様遅くなってごめん夕らじも始まるあありがとう来てくれて前は後輩とか年下の子得意ですお兄ちゃんみたいとか言われましたえー、教えてくださいみんな対応年下へのまあでも私りょうつんとノわぴー,ピー にちゃんと接しれてるるるかいけるかからけけあれ私いけるのかって考えたらなんか無理と思ってたけどだっていけるかいけそう人間関係得意かもしれん <laughs> 人間関係得意です私は <laughs> グミあげてたら大抵の後輩と仲良くできほんとかなグミでグミで 慕ってくれる後輩は可愛い。いやそうだよね。でもなんか怖いんだよね。なんか後輩に喋りかけるけどなんか栗 <laughs> 島栗島に話しかけられるの別に嬉しくなくない？とか裏で言われたったらどうしようとか思うんよ。なんか男子とのくせにさなんか話しかけてきてなんかやばくないみたいな。 とか思っちゃって、絶対そんなんないか。<laughs> くるくるにコメントを読んでもらっただけで癒される。ありがとう。来てくれて。七瀬さんハート、ありがとう。やっと見つけたお姫様のね、三期生に目移りするはずがない。言い切る。素晴らしい。そうですよね。やっと見つけたお姫様。そうですよね。キャラ、キャラッ、嬉しい、嬉しい。<laughs> 今回上が20までやからそんなお姉さんの子は入ってこないと思うえっ待って20かえ前何歳までやったっけ2ゃん吉さん魔法スティックありがとうプリンセスくるくるさん祝ってもらえますかもちろんでございますよ <laughs> ハッピーバースデートゥユーハッピーバースデートゥユーハッピーバースデー ディアモク、ハッピーバースデー to you。おめでとうございますわー。<laughs> おめでとう <laughs>。<laughs> あ、えー、今年もクルクルのことだけを見ていてねー。まあもちろん見てくださるという確信はあります <laughs>。<laughs> ありがとう。おめでとう。うん。 感情がうまく出させてないからお顔だけ見て怖いとかで判断されて話しかけにくいとかあるかもねそうあるある気がする私は最初性格なんか怖い子かと思ったって学校の友達にも言われた1回だけだけど話してみたら「天使だった」って言われたけどね「グフグフ天使だってぐふふグフフグフフ」<笑><笑> ほら皆さんいつまでもくるくる押してるだよね信じてますよてかこのさこのティアラがさきつすぎて頭へこんでるんだけどどうしようやだわフ <laughs> 後輩の件くるくるとデートを想像したらいいかもくるくるリードされる方が好きそう多分そういうことえ私リードされる方が好き <laughs> おせるしさん誰もありがとういけるわ いけるわ後輩って喋れる <laughs> 安住も年下みたいに話してるまあ確かに同期だからね確かに同期だからね年上の後輩とかも美しいだよねどうしようジュケイさんもうさ「タメでいいよタメでいいよタメ口でいいよ」って言いまくろマジででもタメ口でいいよって言ってもタメ口使えるわけがないんですよ私ももも清水さ,らさんにも何回もあの なんで敬語なんためでいいよって言われるんだけど、絶対敬語にしちゃうし。サラ、サラ、サラって呼んでって言ってくださるんですよ。でも、サラさんって言っちゃう。サラ、サラ呼び、遊歌呼びにしようって話したんです、この前。<laughs> コロちゃんだと思って後輩に接したら大丈夫。ちょっとそれ逆に惹かれちゃうかも。かわいいねーとか言って。<laughs> 俺おしにて DD 気味だから三期生はい気になっても仕方ないよね私 DD じゃないですよ私松尾美優さん今あのアイドル界では松尾美優さん一筋なのですいません <laughs> すいません怖い怖いってきたどうするどうする私の怖い部分が出ちゃうかもねなんて言う嘘です嘘です自分の夢を見せればいい本当に夢見せていいの でも私嫌いなんだよね見せるのが大阪造船所からくるくるのことが気になって気になって気になるでしょうもっと知りたくなっちゃうじゃろ <laughs> 初見でも天使だと思いましたじゃろじゃろ <laughs> じゃろティアラ食い込んでる <laughs> いやくるくるダンスうまくないよ 誘うより誘われる方が好きうーんあっ誘う方が好きかも <laughs> 誘われたらえ誘う方が好きかもしれない私すぐさ触っちゃうからどうしよう後輩とかもすぐ触っちゃうかもくるくるに祝ってもらえてめちゃめちゃ嬉しいいやもちろんですよちゃんとツイートも把握して。 明日から見れなさそうっていう配信見れなさそうっていうのもちゃんと把握していましたよ <laughs> そう敬語敬語はさ守りたいよね <laughs> リード好きなのじゃあクビプレゼントするねそれはリード違い <laughs> あ、でも首ビはコロちゃん用に使えるから <laughs> とか言って とか言っていやサーヤンさんとココアさんは推しっていうより憧れなんですよ憧れの先輩で推しは本当に松宮さんなんですよ推し成田さんレインボースターありがとう後ろクルクルの怖いこと全面にください出しちゃっていいんですか <laughs> もっとじゃろくださいじゃろ真似下くんレインボースターありがとう 言葉のテースト上手くるくるコメディエンのいけるいきますコメディアンコメディアンになります <laughs> でも緊張したらしゃべれなくなっちゃうからなアイドルに憧れたきっかけがくるくるだったらどう思ういやもう天才って思うなんか素晴らしいあなたもお姫様だよ世界で一番可愛いよって思う <laughs> とりあえずお風呂一緒に入ろう作戦 いやーとりあえずとりあえずほら一緒に入ろう作戦 <laughs> できるかな <laughs> お姫様ゴリアンここにお姫様いらっしゃいますよどうですこれじゃあ他の子の時とこ行けないじゃろう <laughs> ボディタッチが多いと男は勘違いしちゃうぞいや私は女の子にしかボディタッチしませんよ <laughs> 逆に女の子には ずっとファグしてるから申し訳ないハロプロさんしか見てこなかったけど STU さんにもこんなに可愛いアイドルさんがいたのなんて <laughs> 嬉しい嬉しいよ嬉しいよ山さん結婚してありがとうやだけど考えたくね <laughs> 清純派アイドル清純派アイドルですよもちろん <laughs>、ね 清掃でお姫様で天使でコメディアンやばい全部取っちゃってる私全部全部求めちゃってるスケモンさん薔薇ありがとうトイさん魔法のスティックありがとう <laughs> くるくるが一緒にホラー入りたいって入りたいってってコメントいろんなところでしてるね <laughs> 恥ずかしいやばいよずっとやばいやつだと思われてるよ私なんか うわ噂でさ裏で出回ってるかもしれない「あの子ちょっとやばくない?」みたいな「えどうする?」てか私本格的にちょっとあやぴょんに会いたいんだけど NMB の発揮生のあやぴょんに会いたいあやぴょんクルクルに憧れて加入してくる後輩もいるかもよって絶対ないですそんなの私なんかに私なんかに憧れるなんて絶対ないです <laughs> ブリータッチはいいけど絶対背中思いっきり叩かれるの <laughs> あの本番前めっちゃたたきますよ背中花だる公園あずみんとりょうつんどっちも叩けきましたね私た叩きましたねって言ったらちょっと悪く聞こえちゃうんですけど <laughs> ハグ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 僕も一緒にお風呂お供してもダメです <laughs> あれあれいややっぱりねほら二人で二 <laughs> 人で。 おしじさんハートありがとう確かに年上の後輩難しいね年上の後輩ってなるとさこさこさんもそんな気持ちなのかな年上の後輩ちなみにやっとこの前マイケルさんがチホさんとお風呂入るのに成功したらしい長かったな見ましたいやーだってマイケルさんで最近入ったのに私がそんなすぐ入れるわけないんですうん <laughs> <laughs> タオル届きましたついのせやす ついについについに乗せますかダジャレです嬉しい楽しみ <laughs> いやらしい目で見ないのでお風呂に音もダメですねコンプライアンス千穂 <laughs> さんお風呂平気らしい本当にほほ本当に <laughs> SK のチーム K2 の新公演の YouTube あ間違えた MV さっき公開されてたけど見てたえ待って見てないけど私 YouTube のおすすめ欄に載ってたわそういえばさっきそういえばさっきあいぴょんかすいませんまた日曜にチーム B2 公演行きますくるくるちゃん持っていきなさい持 <laughs> っていきなさいくるくるからの森達は性癖の壁性別の やばい性別の壁越えられるの越えられませんボディーは越えられませんねトウイさんリンゴスターありがとうっていうかさ私さ夢見とったらしい昨日夢夢見とったじゃないあの寝言言っとったらしい昨日お母さんになんか STU 関係でなんか結構言っとったらしい自分ズミとくるくるが歩いてる前のカップルが お尻サワサワしてた話すぎる面白いよね。あ、本当面白いの。<laughs> そう。アズミとさ、話した。<laughs> やだ。街中でやらないでよそんなこと。B2 公演のお見送りでアイピョンにくるくるしたら返してくれて。え、本当に？アイピョン、アイピョン、アイピョン、アイピョン。嬉 <laughs> しい。 チャートリーだしお風呂行けるあ狙っていきますお風呂でも今日今日の自主練でねしっかり言ってきましたしあのマネージャーさんにもチャートリーさんのそのチャートリーとしてのお仕事そのまだいつ入るかわかんないけど今できることありますかってマネージャーさんにも言いました <laughs> YouTube のおすすめひろゆきさんばっかり出るの助けて <laughs> <laughs> いいじゃんひろゆきさんひろゆきさんすごいなあの口口うまどんな寝言寝言は分からんかったらしいなんか分からんかったけどとにかくエスティーユ関係で寝言言っとったらしい、うん、本ほんとに「ハロウィンくるくるちゃん持っていくぞえ持ってってくださいいやなんかエスティーユの持ってきてる人いなかったなるかもしれないから <laughs> からん スナーピーがバスで寝言でショールームしてたのと同じかな <laughs> まあそんな感じかもしれない <laughs> そう夢でもだって言うて相当だよね相当悩んでるの、ね、心の中にあるってことだもんねガチやみきでも私すぐ立ち直っちゃった早,早すぎないオロチさんバラありがとうゃやっぱどきの人 <laughs> クルユキさん見てみたいくるゆきさん出ちゃうかも ひるゆきさんみたいにくるゆきさん相変わらずかわいいありがとう私のチューブゆっくり解説ばかりえどんな解説え何の解説何の解説ああ <laughs> <laughs> ってウケるお母さんもちょっと何言ってるかわからないってなったそうちょっと何言ってるかわかんないってなってたっぽい チャットリ公ーのデビューが決まったら平日だとしても駆けつけたいえー、ぜひ駆けつけてほしいいつになるかわかんないけどすぐ出られるように頑張りますあやぴょんのうちを作って振ってたことあるのはここだけの話えそうなのぴょんぴょんあやぴょんそうなのあ待ってそろそろスクショタイムだ黒雪さんに論破されたい ぜひ黒雪論破しますなんかムニエクさんみたいだな黒雪 <laughs> 心配事の9割はな起こらないらしいから大丈夫その言葉信じてもう悩みません <laughs> 29日の研究生をおっぱりに良くと生きるように挑戦するよお待ってるよえ待ってあれか発表されてた胎盤胎盤式のやつだよね四国さんとスタジオさんの。 黒雪さん意見とかお悩み相談苦手なのではいや意外といけるえお悩み相談はいけるかもしれんけど意見も多分できない私きっぱり言ってくださいは多分言えない言えないよ <laughs> YouTube のおすすめ出てきたニューヨプロジェクトのくるくるかわいすぎは言った恥ずかしいよ昔のくるくる。 よしポーズそれってあなたの感想ですよねそれってあなたの感想ですよね今ももちゃんが推し偏禁止法を作ってますえ私も推し偏禁止法作っちゃいますよ 花 <laughs> サンドウィッチマンさん風に」ちょっと何,をちょっと何言ってるかわからないっす。<laughs> 姫ポーズ。 クリスマスで何でも買ってあげるって言われたら何欲しいタワーマンンションかなとか言って嘘です <laughs> 皆さんからの愛が欲しいななんちゃってよしそろそろ壇上読みたいと思います <laughs> ひろゆきさんはずっと笑顔で論破してくるんよいやでもあの笑顔は本当に癒される笑顔ひろゆきさんの笑顔<笑>もう少しアップでも <laughs> ひポーズに昭和感がやっぱり今日も尾崎豊さんの曲聴いておりました もしかして久保さん昭和ではないのか？ティアラつけてることもあっていつにも増して,きてそれそのねもちろんですよ。<laughs> タワマンということあんしワンですねタワマン。よしそれでは男女読めます。十三位おしるしさんありがとう十三位おしるしさんありがとうあ昭和かおしるしさん。 あ、間違えた尾崎豊さんそ <laughs> う待って上を見て星に願いを見たらポーズ <laughs> ライブ見てると自然にくるくるに目が行くな好きってことなのかなそれ好きってことです <laughs> 恋です 1う。位二赤ヘルサンタさんありがとう。11位エビちゃんありがとう。10位成田さんありがとう。十位成田さんありがとう。9位オロチさんありがとう。九位オロチさんありがとう。8位ツノマヨさんありがとう。八位ツノさん。 七位道おさんありがとう七位道みさんありがとう六位イクルリンパさんありがとう六位イクルリンパさんありがとう五位オノピーさんありがとう五位オノピーさんありがとう四位リンゴさんありがとう四位リンゴさんありがとう三位山さんありがとう三位山さんありがとう

あ、黒黒今日も可愛すぎじゃろありがとうございますかわ <laughs> い笑顔配信ありがとうこちらこそありがとうありがとうあっ今壇上変わった銀河一川ありがとう優勝ありがとうあそうだそしてオンラインお話し会の再販が始まりまして12月25日の日曜日4時間目が再販されております サンタくるくると話すチャンスは今しかないということでぜひ待っておりますよえっ、ー、とクリスマスを一緒に過ごすということはこれほぼ彼女なんですよろしくお願いします <laughs> それではおやすみなさいゆうか姫は月に帰りますくるくる毎日会いせるありがとう好きになりそうおやすみなさいもちろんですよ